Hello everyone. Celebrate は Всем привет. Hola. Tudo bem? 皆さん、こんにちは。ダチさんです。今日は旬のキノコたっぷりロシア風オムレツという料理を作りますので、よろしくお願いいたします。それでは、また。大変大きな音を立ててしまって申し訳ございません。バター 10g と植物油大さじ1杯を加えました。そうしましたら、これから玉ねぎを いただきます。こちら竹です。紫山鳥竹です。赤山鳥です。フォルチーニです。こちらです。こちらを炒めていきましょう。これもちょっと水を足した方がいいかもしれませんね。なんで乾燥させてしまったものですから、少し水をかけてみたんですが、乾燥させたドライキノコを使用しましたので、水が含んでいないとやってしまう可能性もありますから、手で水を少し加えました。もうここに来たら、ここは生クリームを加えます。どうですかね、ここは右側といったところですかね。いいですね。こんな感じになります。こんな感じです。お次は卵を4個泡立てていきます。こんな感じです。そうしましたら、そうしましたら、こちらのキノコをこちらのボウルに入れていきます。
そうしましたら、こちらを卵ごと混ぜましょう。そうしましたら、こちらのボウルにこちらを、こちらのものをこちら、これと軽く混ぜて、塩コショウを入れ忘れてしまったので、ちょっとコショウを加えますね。塩コショウですね。こんな感じになりましたので、こちらのオーブンで温めます。本当は18分以上焼くらしいんですけれども、うちで使っているオーブンレンジは火力がちょっと強いので、14分半ぐらいにしてみました。では出来上がったら載せますので、よろしくお願いいたします。はい、大変お待たせいたしました。こちらが完成したロシアのキノコ入り、オムレツですね。まあ、そういうことですので、今回はこの、今回はここまでです。もしこの動画が面白かったらよかったなと思っていただけたら、いいねボタンをお願いします。あと、もしよろしければ、チャンネルご登録をよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。パクパク。チャウチャウ。バイバイ。バイバイ。再见。